アークトメタターサルを持つティラノサウルスと持たないアロサウルスの中足骨の比較アークトメタターサルまたはアルクトメタターサルは中央に位置する第3中足骨の近位部分が大尿予備第4中足骨に挟まれて狭まった陸上脊椎動物の足の構造である走行に特化したある種の恐竜に共通し 一つの祖先史から受け継がれた形質ではなく複数の系統が別個に獲得した形質であると見られている。足にかかる負荷を均等に配分する効果があった。ティラノサウルス科やオルニトミモサウルス類、トロオドン科に共通する形質である。ただしハルピミムスなどアークトメタターサルを持たない例外も存在し、ガルディミムスについてはアークトメタターサルの有無に関して諸説ある。かつては アークトメタターサルはタン系統における形質とみなされており、アークトメタターサルを持つ最初の獣脚類とその子孫をまとめたアークトメタターサリアという分類群が提唱されていた。後に、この分類群はオルニトミムスおよびそれに鳥類よりも禁煙な生物をまとめたものに変更されたが、トロードン科とティラノサウルス上科がオルニトミモサウルス類とさほど禁煙でないことがわかり、 現在では、この分類群はほとんど支持されていない。ありがとうございます。